会議した保育士の夫婦ではレズミカリガスの雑草男うーんタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ色草親子遊びでニッコニコ運動神経向上プログラム本日143発目はい行きましょう。幼児向け親子でコーディネーショントレーニング、棒と風船を使ってできるトレーニングのナンバー4です。先っぽ交互ポンポンポー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 ン、おっとこれは難しいです。前回前々回やりました、このまず交互ポンポンね、 このサランラップの芯の真ん中を持って交互にポンポンする操作能力と、このサランラップを立ててこのまま落下地点に入って、このまま上に先っぽポンポン、これを組み合わせます。先っぽポンポンして今度ひねって、今度のこっちの交互ポンポンで先っぽポンポン、もうこれは難しそう。はい、この縦にすることによってね、この角の風船のアタックするポイントで風船がブワーンといきますから、ブワーンといったらこっちまで体を動かして落下地点に入って、今度こっちの小指の方を上にして、またポーンで、またこれバーンでいったらこっちまで移動してですから、結構、まあ難しいですけどね、いや楽しいと思いますよこれは。はい、そんなわけで今日もね、柑橘系の皆さんと雑草男で先っぽ交互ポンポンをやって、この道具をコントロール制御する操作能力も踏まえてね、運動神経向上していきたいと思います。それではいきますよ。ドン、こっちのドン、バーン、先っぽ交互ポンポン、前回と前々回の組み合わせですね。先っぽポンポンとこの交互ポンポンの組み合わせです。これで先っぽでポーンとして、また先っぽを裏返してポーン、手首の返しを使って先っぽだけで交互ポンポンです。はい、前回の交互ポンポンはここでしたけども、先っぽだけで交互ポンポン、5回でクリア、右手クリアしたら左手やってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。先っぽ交互ポンポン、はい、1 2 3 4 5、はい、クリア、ありがとう、あまなちゃんだけや、あレモンちゃんありがとう。はい、あれもじゃあそれ見せて見せて、ないない、ちょっと来て、それ後で見せてくれます。はい、それでは左手でいきます。先っぽ交互ポンポン5回チャレンジ、1 2、むずい、3 4 5、はい、クリア、はい、 OK です。さあ続いて日向那須さん行ってみましょう。あれ風船変わった、風船変わった、なぜ、ちょっと気分転換に赤い風船で、1 2 3 4、落ち着いてますね。はい、見事アタックするポイントもバッチリですね。1 2 3 4、左難しい、4、どっちもいい、どっちも5、 OK、 はい、クリアです。はい、はい、さあ続いてレモンちゃん行ってみよう、どうぞ。はい、行きましょう。お、懐かしい紙風船で挑戦ですか。かわいい、はい、あれレモンちゃんのなんか難しそうやけど、難しいでそれやってんの、いけ、あーでもちょっとあれは難しい、難しい、じゃあ内緒、これめっちゃ難しそう。だレモンちゃん、レモンちゃん最後締めるときにこれで打ってもらいましょうね、置いとくから、やっき、はい、それではまず交互ポンポン右手からいってみましょう。レモンちゃん3回でいいですね、1 2、これ難しいから、はい、3回でクリアな。はい、まず右手集中して、1 2、惜しい惜しい惜しい、もう一回もう一回、1 2、あー惜しいな、1 2、あー惜しい、なんか上げちゃえば、1 2、
あ、クリア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 にしようか。あ、でもキャッチしてへんな、キャッチしてへんな。1、おー、すごい。2、いけるいける。3、あー、見えない、な、見えない、なこれできんか、難しいからね、お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 、さあ、再開、再開、再開、キャッチ、キャッチ、5、5回キャッチ、痛いんだよね。あー、キャッチ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 、あー、惜しい。でもチャレンジした。チャレンジの拍手、チャレンジの拍手。はい、おめでとうございました。左もやる。はい、やってみましょう。1、左は難しいね。1、2、3、4、5、キャッチ、OK、クリア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 。はい、OK でーす。最後にね、締めてもらうときにまた登場してもらいましょう。はい、続いて山田ちゃん行ってみよう。はい、おおおお、すごい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 、おお、はい、落ちちゃった、落ちちゃった。はい、行ってみましょう。先っぽ、ここポンポン、右手、1、2、3回、5回、4、あ、まなちゃん5回や。はい、お見事。はい、次左手です。はい、左手行ってみましょう。1、待って、むずい。3、4、5。はい、クリアです。さあ、それでは最後、レモンちゃん、レモンちゃんのバッティングで締めてもらいましょう。はい、はい、まず風船からいきますよ。はい、ここで立って、あそこにバーンと打ってくださいね。まず風船から、はい、構えて、バッターの構えいく、いくよ、ここからいくか、めっちゃ打てそう。はい、いきます。はい、いきますよ。よく見て。はい。はい、ほー、ほら。じゃあ、続いてこちら。難しいです。はい、よく見て。ぴょっ。はい、オーケー。それでは、また会いましょう。シーバー。バイ。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。